これは宇宙で最も強力な物質、史上最大の回転磁石、これは宇宙のホオジロザメと言えるでしょう。あなたを食べることはありませんが、全ての原子を埃に変えてしまいます。これがワットイフ、もしだったらです。今回はもしマグネターが太陽系に入ったらをご紹介します。修正磁性が恐ろしく大きいものと思っていたら、きっと強力な恒星のいとこのことはご存じないでしょう。修正磁性のようにマグネターは超新星爆発の残り物です。ただこれにはもっと多くの物質が詰め込まれています。密度は非常に高く、マグネターの小さじ1杯で10億トンの重量になる可能性があります。またこれは人類が知っている中で最も磁気の強い星です。磁場の強度はガウスという単位を使用して測定します。地球の磁場は約 0.6 ガウス、マグネターの磁場は1兆ガウスと同等になることがあります。そのような恒星の怪物が私たちの惑星を引き裂くのにどれくらいの時間がかかるのでしょうか。マグネターが銀河系の近いところに静かに浮かんでいるだけであれば、それは悪いことではないでしょう。しかしこれが悪さをするとなった場合、マグネターは自身とともに地球上全ての生命を終わらせることができるのです。これには2つの方法があります。まずは惑星に近づきすぎた場合です。月と地球のほぼ中間にいるだけでもあなたはその存在を感じ始めるでしょう。これだけの距離があってもマグネターは地球上のクレジットカードの磁気ストリップから情報を消去してしまいます。何があってもこのマグネーターから 1000km 以内に近づかないようにしなければなりません。そうでないと原子の形が崩れて伸びてしまうからです。あなたの生体電波は崩壊し、体は消えてしまいます。またマグネーターは遥か遠くから私たちを破壊する可能性もあります。宇宙で最大の回転磁石であるだけでは不十分であるのか、マグネーターもスタークエイクと呼ばれるものの影響を受けることがあります。星の地殻が割れ、宇宙に大量の放射線が放出されると星の地震が起こります。この放射の爆発は地球の磁場を圧縮し、5万光年先からでも地球の大気を部分的にイオン化することができます。なおこれは過去に少なくとも1回確認できています。2004年、マグネーターからのガンマ線は天の川銀河の外側から地球に到達しました。わずか5分の1秒で過去25万年間に太陽が放出したエネルギーよりもさらに多くのエネルギーを放出したのです。そのマグネーターとスタークエイクを1万光年まで移動させると事態はより悪化します。まずオゾン層を破壊します。それから私たちが知っているように全ての生命とともに惑星の表面のほとんどを拭い去ってしまいます。その本当に怖い部分はマグネーターが私たちの方に向かってきてもわからないということです。まさに瞬きした瞬間にあなたが消えてしまうというシナリオです。これは嘘ではありません。マグネーターは意外と近くにあり、今これに激しい地震が起きたとすれば私たちはひとたまりもありません。科学者たちが40年前にこれらの惑星間のモンスターの探索を開始した時、そこにどれだけ存在するか知りませんでした。ほとんどのマグネーターは1万歳の誕生日を迎えることができないという事実にある程度の安らぎを感じるかもしれません。この短い寿命はマグネーターが中性子星になることで終わります。この時点ではまだ高密度で磁気がありませんが、マグネーターほど危険性はありません。しかしそのうちの一つが私たちの太陽系に近づいたとしたら、まあそれは別のワットイフ、もしだったらの物語になるでしょう。